さあ、それではただいまより会見を始めさせていただきます。それでは第5回王道トーナメント出場選手入場。9月12日後楽園ホール大会1回戦、西陵寺対ゼウス。オードトラムの1回戦、西陵寺対ゼウス。9月12日、後楽園ホール大会、オードトラムの1回戦、石川俊対ボーニガー。後楽園ホール大会、オードトラムの1回戦、石川俊対ボーニガー。12日、後楽園ホール大会王道トーナメント1回戦、パジリ対吉達。なお、パジリ選手は本日の試合のため欠席とさせていただきます。後楽園ホール大会王道トーナメント1回戦、パジリ対吉達。9月12日、後楽園ホール大会王道トーナメント1回戦、宮原健人対カリ。9月12日、後楽園ホール大会王道トーナメント1回戦、宮原健人対カリ。9月12日、北本大会王道トーナメント1回戦、岩本浩二対青柳優真。9月16日、後楽園ホール大会王道トーナメント1回戦、岩本浩二対青柳優真。16日、北本大会王道トーナメント1回戦、青木敦対鈴木小太郎。なお、鈴木小太郎選手は試合のため欠席とさせていただきます。北本大会王道トーナメント1回戦、青木敦対鈴木小太郎。9月16日、北本大会王道トーナメント1回戦、城道リング対佐藤光。なお、城道リング選手は、本日の記者会見、ボイコットとなっております。北本大会王道トーナメント1回戦、城道リング対佐藤光。最後でございます。9月16日北本大会王道トーナメント1回戦、諏訪間対野村直哉。北本大会王道トーナメント1回戦、諏訪間対野村直哉。以上、全選手でございます。それでは出場各選手へ意気込みを伺っていきたいと思います。まずは西陵寺選手、意気込みのコメントよろしくお願いいたします。明日1回戦ゼウスと試合します。もちろん優勝は狙ってますけど、この男に勝たないと何も始まりません。そしてこの男にいつも悔しい思いしてきました。時に勝って時に負けて、こいつと今一番熱い試合できる自信があります。だからこの削り合いに勝って堂々と優勝したいと思います。お前覚悟しとけよ。ありがとうございました。それでは続きまして1回戦、西陵寺選手と対戦いたします。ゼウス選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。ゼウス、おい、覚悟してくれ。お前じゃない。皆さん、今日は王道トーナメントの記者会見にお集まりくださり誠にありがとうございます。今回で4度目の参戦となるのですが、今回で優勝を決めるために七色のラリアットというのを開発してまいりました。これを駆使して
明日の最良戦、こいつをボッコボコにしばき上げてジャックハンマーで首位カウント取ります。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは続きまして1回戦石川修司対ボディガードでございます。まずは石川修司選手より意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、自分の目標は、今年全日本の、リーグ戦トーナメント全部制覇することなんで、その権利があるのはチャンピオンカーニバル制した自分だけなんで、王道トーナメントも優勝して、優勝者としてもう一回三冠ベルト挑戦してまた巻きたいなと思ってます。一回戦相手のボディガー選手、自分より年上でコンディションもすごくて尊敬してますけど、自分はまだ目標のために負けられない。明日全力で戦います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして1回戦石川修司選手と対戦いたします。ボディガー選手、意気込みのコメントをお願いいたします。皆さんこんばんは、ボディガーです。今年も、またすごい顔ぶれが揃っています。そんな中でいきなり1回戦、石川選手、まあ、はっきり言って優勝候補の一人だと思います。その石川選手と1回戦当たることになってめちゃめちゃ気合い入ってます。逆に言えば石川選手を倒せば俺にも優勝のチャンスが来ると思うんで、明日は全力で頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして、1回戦でございます。吉立対田尻でございますけど、本日田尻選手試合のため、欠席となっておりますのでコメントを頂戴しております。そちらを代読させていただきます。田尻選手のコメントでございます。先月両国でウルティモドラゴンと戦った際も、おととい横浜で富士山と戦った際もあることを同様に感じました。それは何年プロレスをやっていようとも、 WWE に所属した経験があろうとも、この伝統ある全日本プロレスのリングではまだまだ底知れぬプロレスの奥深さを体感できるということです。この王道と称されるリングに上がる意義、明日から始まるトーナメントもその意義を追求していく上での一つの過程に過ぎません。たとえ相手が誰になろうとも、立ちにということでございます。それではそれに対します吉立選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。自分は、新日本プロレス時代、WWE 時代も、シングルプレイヤーとしてやってました。首の粉砕骨折から復帰して1年ちょっと、まだシングルマッチというシングルマッチをしていない中で、この王道トーナメントに呼んでいただいて、全日本プロレスさんには本当に感謝しています。1回戦の田尻選手、元 WWE で、尊敬すべき先輩の一人ですけど、まあ、自分たちにしかできない戦いというのがあると思います。その戦いをした上で自分が勝ちます。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、コラボホルダーが1回戦でございます。宮原健人対甲斐でございます。宮原健人選手、まずは意気込みのコメントをお願いいたします。はい、第57代三冠ヘビー級チャンピオン宮原健人です。過去の王道トーナメントを振り返れば、私宮原健人はほぼ1回戦負けの敗退、記憶しかありません。その宮原健人にとって王道トーナメント1回戦をクリアすればおのずと優勝だと、2017年王道トーナメントは、おそらく皆さんお思いの通り満場一致で宮原健人が優勝です。以上です。ありがとうございました。
それでは甲斐選手、意気込みのコメントをお願いいたします。皆さんこんばんは、フリーの甲斐です。明日の1回戦は現三冠王者ということで、簡単に勝てないというのは分かっています。この1回戦、決勝戦のつもりで戦います。そして勝って最高なスタートを切って、このトーナメント自分が優勝したいと思います。誰が何と言おうと、誰が何と言おうと、誰が何と言おうと、この王道トーナメント優勝するのはこの俺だ。ありがとうございました。それではですね、戦いの場所を移りまして、9月16日埼玉県北本大会1回戦でございます。岩本浩二対青柳優馬より、まずは岩本浩二選手、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、岩本です。自分と青柳選手は今回の王道トーナメントでシングルが3回目ということで、最初は自分が勝って、この前は上尾で自分が負けてますんで、今回のこの1回戦で完全決着ということで、僕がきっちり勝って、でちっちゃい人間が大きい人間を倒すっていう面白いところをこの王道トーナメントで見せていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではそれに対します、青柳優馬選手、意気込みのコメントをお願いいたします。はい、青柳です。今岩本さんが言ってた通り、シングル次で3戦目で1回負けて1回勝ってますけども、もう次勝つのは僕です。僕が勝ってその勢いで優勝を目指したいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして、北本大会でございます、青木敦史対鈴木小太郎でございますけども、鈴木小太郎選手、本日試合のため、欠席となっておりますので、コメントを頂戴しております。そちらを、代読させていただきます。鈴木小太郎選手のコメントでございます。王道トーナメント1回戦、青木敦史。青木とは組んでもいたし、シングルも何回もやってきた。ここ数年は力の差もなく、常に紙一重の勝負、全てを出し切らないと勝てない相手、逆を言えば全てを出せる相手、お互いにジュニアに強いこだわりを持っているし、絶対に負けたくない相手です。出たからには優勝を目指しますが、まずこの一戦に全てをかけようと思います。鈴木小太郎、以上でございます。それでは、対します青木敦史選手、意気込みのコメントをお願いいたします。青木敦史です。王道トーナメント見て分かる通り、ヘビー級の人もジュニアヘビー級の人も、参戦している無差別の大会です。今までやってきて、今まで一人もジュニアで優勝も下手したら決勝すら出たことがありません。僕はそれを覆したいと思ってます。今回本気です。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、北本大会でございます。浄土リング対佐藤光でございますけれども、浄土リング選手、本日記者会見ボイコットということでございまして、コメントもいただいておりませんので、まずは、佐藤光選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。はい、王道トーナメント、3年連続出場、現在2戦2敗佐藤光です。今まで話を聞いているとジュニアのメンツがやたら前向きで、困ってます。なぜなら皆さんジュニアとちょっと大きいヘビーですけど、このトーナメントの1回戦で一番体格差があるのが、173センチ92キロの佐藤光と、2メートル140キロのジョー・ドーリングです。どう考えたって無理です。ここは一つ目指すのは勝利でなく事故を起こして何とかしていきたいと思います。一人でも多くの新規変態自衛官を集めるために王道トーナメント頑張ります。以上です。ありがとうございました。ここでですね、ジョードリング選手から、コメントが、VTR で届いていることでございまして、ビジョンの方で流させていただきますので、ビジョンの方ご注目ください。ジョードリング選手からのコメントでございます。 I'm here at the All Japan Pro Wrestling OfficeAnd I'm just enjoying myself here, huh? I can't be crazy today and roll over this chair and throw the TV outside the window. I gotta be right nice and cool, because there's a big tournament coming up. And it don't matter who wins, I don't think, because
I'm gonna beat any boy that does. Swamley made a big mistake. I feel like you treated me like some boy, right? That's my match every Goku, and I made you fucking pay the price. So I hope you win this tournament. I hope Miyahara wins. Doesn't matter. Doesn't matter to me. I'm the next All Japan Triple Crown Heavyweight Champion. I am here because I'm going to win. I'm going to beat everybody. It doesn't matter this fucking outfit. ということでございまして、VTR が届いておりました、それでは最後でございます、9月16日北本大会、須玉対野村直也でございます、まずは、野村直也選手より意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。2回目の王道トーナメント、1回戦の相手である須玉選手には、エボリューションにいた頃の自分と今の自分の違いを体感してもらいたいと思います。その上で僕が勝ちます。そして王道トーナメントは俺が優勝します。以上です。ありがとうございました。それではそれに対します、前年度優勝選手でございます、須玉選手、意気込みのコメントをよろしくお願いいたします。須玉です。今回の王道トーナメントですね、まあ、前回まあ優勝はしてるんですが、まあ、今回2連覇を目標にやっていきたいなと思ってます。また1回戦、まあ、野村とまあ当たるわけで、まあ若い力をですね、跳ね返したいなと思ってます。そして今あと、ね、ジョーの V が流れて、ね、その両国の悔しい思いというかそういうのはすごい思い出してきたし、まあ、ここにいたらちょっと本当ぶん殴ってやろうかなって、まあ、思ったんですけど、まあ、そこも肩透かし食らったような感じなんですけど、うん、まあ、そこはまたね、まあ、このトーナメント当たれたらいいなと思ってるんですよね。自分も1回戦から気を引き締めてね、どん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 勝っていって、まあ、優勝2連覇目指してやっていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。須玉選手にお聞きします。今日ジョー選手がボイコットということでここにいないということについてどんな感情が今ありますか？本当今言った通りね、いたら本当荒れてただろうし、それはまた明日の、ね、試合でまた当たるわけでね、ここら辺で、まあ、そこまで、あいつの顔見るだけでも多分俺飛びかかりそうな勢いでもあるし、まあ、そこはまあできるだけ冷静になっていたいなと思ってます、今のところは。ありがとうございました。宮野選手にお聞きします。三冠チャンピオンとして今回出場されるわけですけども、過去4回三冠チャンピオンで優勝がないんですけど、そういった意味でそういう歴史に名前を残すこと好きな宮原選手からすると燃える要素になるかなと思うんですけど、いかがでしょうか？まさにその通りで、やっぱ主役が大好きな男ですからね、やっぱそこは過去の人間がやったことないことを宮原健人はやらなきゃいけないんで、三冠チャンピオンしてこの王道トーナメント優勝すればおのずとさらに2017年主役になれると、優勝するのは俺しかいないと思ってます。ありがとうございました。すみません、吉田選手にお伺いしますが、これまで全日本プロレスのマットにはどういった印象を持っていたでしょうか？また怪我をされてからシングル戦をままならない状態で今回臨むとおっしゃってましたが、今過酷なシングルを戦い抜く自信コンディションってどの辺まで戻っているんでしょうか？やはり全日本プロレスっていうと、自分の中では四天王プロレスっていうのが印象になります。首の状態は、徐々に良くなってきてて、自分でもこのトーナメントで
もちろん優勝する気で出ているので、もちろんその首の状態ももう万全というか、言い訳はする気は全くありません。はい、もう一点すいません、トーナメント表をご覧になって気になる選手、こちらにいる中でいますか？そうですね、田尻選手に勝ったら、順当にいけばその後はこの横にいる三冠王者の宮原選手が出てくるだろうし、まあ、その先には、まあ、その昔俺に勝ち逃げしたままの選手がいるし、まあ、その別のブロックには WW 時代のディベロップメント時に、一緒に切磋琢磨したジョー・ドーリングもいるし、自分の中ではすごいワクワクするっていうのと、まあ、テーマの多いトーナメントっていう感じがしますね。一試合一試合大事に戦っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、いいですか。青木選手にお伺いしますが、1回戦の相手鈴木小太郎なんですけども、あの先日、まあ、新木場で1年8ヶ月ぶりにタッグで肌を合わせましたが、現在彼に対してどのような感情をお持ちですか？特別なんか変な感情はないですね。ただまあ、本人が久々にまた全日本のリングに上がってきて、でじゃあ 何のために来たのかって聞いたら、まあ、自分と戦うためだって本人が言ったんでね。なのでまあ王道トーナメントの1回戦でっていう話をしたんですが、まあ今の彼の感情を見てると、まあ自分以外のところも目をね、見てるような感じなので、なんか相変わらずブレブレだなっていうのを感じますね。なのでもう本当にこれやって終わりにしても僕はいいんじゃないかなって本気で思うので、まあ彼がどういう風な形で向かってくるかは分からないですけども、僕はしっかり勝つか、それとも向こうが何かしとれてくるんであればそれに対応して、こっちもそれなりの対応をねしっかりとしていきたいと思ってます。ありがとうございました。吉田選手にちょっとお伺いしたいんですけども、先ほど勝ち逃げした選手がいるっていうことだったんですが、かつ東京ドームで戦った諏訪間選手のことであることが間違いないです。それは間違いですね。では誰のことを指しているでしょう？いや、そうなったら、まあ、もちろんもう一人東京ドームでやった選手ですっていうと、もう一人しかいないと思います。蔡選手にお伺いしますが、おそらくその相手は蔡良二選手のことだと思うんですが、いかがでしょうか、今の発言聞いて。この吉田っていうとこ、僕多分この今回出場しているメンバーの中で一番彼のことを知ってると思ってます。彼に言いたいことと彼にやってやりたいこと山ほどあるんですが、もう明日1回戦ではゼロしてやるってことが決まってるんで、その後にたくさん行動に移したいと思います。あと明日ゼウスと本当に潰し合いをしたいと思います。もう正直トーナメントの決勝に行くこととかどうこう正直今考えてません。もうこいつとぶっ潰れるまで潰し合いたいと思います。どうか楽しみにしていてください。こいつと本当に熱い試合してやります。こいつがどんな覚悟か分かんないけど、俺は明日見に来た人が一生心に残るようなそんな試合する自信があります。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。さあ、他に質問ございますか。よろしいでしょうか。はい、それでは、写真撮影に移らさせていただきます。はい、よろしいでしょうか。はい、それではこれをもちまして第5回王道トーナメント前日公開記者会見を終了させていただきます。明日後楽園ホール大会より王道トーナメント開幕いたします。ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。それでは